では時間になりましたので始めさせていただきます。 こちらは文化会 B の文化が働き方改革へ及ぼす影響についてのセッションになります。改めまして皆さんこんにちは。本日は SCC で関西のウーマンインビジネスサミットへご参加いただきありがとうございます。私はウーマンインビジネス委員会のメンバーのアメリカ総領事館の中岡と申します。 今日こちらのセッションはですね、ホステードインサイツジャパン株式会社代表の宮森千佳子さんにお願いしています。それではどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。はじめまして、ご紹介いただきましたホステードインサイツジャパンの宮森と申します。今日はですね、 仕事と生活の調和が取れている国、働き方改革、ワークライフバランスの取れている国と、そうでない国はどう違うのかという視点で少しお話をさせていただきたいと思います。どんな制度があるかとか、仕組みとかそういうことはお話しいたしません。なぜそういうことになるのかという、文化の部分、ホワイト部分のこだわってお話をしたいなというふうに思っております。 その前にちょっと私がどんな人かということをお話させていただきますが、ベッグフェアフィールド大学のマニエロ先生という方がですね、会社員が仕事を辞める理由っていうのを調べたという本がありまして、そこで女性がキャリアを変えるのは家族の要望とか配偶者の勤務地変更というのが一番大きいというふうに思います。私まさにその通りの人生を送ってきまして、最初の会社はサントリーに入りました。 広報部で働いていたんですが、社内結婚いたしまして、その頃はまだ結婚対象の同調圧力というかプレッシャーもあったりしたので、やめました。その後ヒューレットパッカードという会社に入りまして、そこでも広報を知っておりましたが、夫が海外に転勤することになりまして、一緒に来なかったら離婚するよと言われ<笑>そうですか<笑>結構悩んだんですけれども、大学院 MBA を取ろうと思って、今後しまして、その時HPってすごくいい会社だったので、ロンドンに移してくれたんですね。で、大学院の後、ロンドンで4年ぐらい過ごしました。で、帰ってきて、日本の HP に帰ってきて、ちょうどコンパクトの買収の後でしたが、樋口さんとなられた後で、もう完全にカウンターカルチャーショックというのになりました。向こうに行ってもすごい苦しんだんですけれども、日本に帰ってきても同じようにすごい苦しみました。 その後 GE に転職をいたしまして、 GE でも広報のトップをやっておりましたが、ああいう会社なので人数が少なくて仕事が多いんですね。クロスファンデーションとか、クロスカルチュラル、ボーダーを越えたチームのリードをしたり、メンバーになるということがすごくありまして、さらに大きな異文化とか組織文化の壁にぶち当たってきました。ですごい悩んでた時に、次に夫がまた転勤になりまして、 今度はバルセロナというところに行くと、スペイン語が話せないし、もう一人で行くのは嫌だから会社を辞めてくれと言われまして、ですごい考えたんですけれども、それも何か、夫が会社を辞めてくれと言ったのは初めてだったので、やめました。そこで今日お話しする文化と経営の父、オランダのホーステッド先生という方の寮に出会いました。 ヘルトーステッドという方の名前聞かれたことがあるかと思いましたと思うんですけれども、世界で初めて国と国の文化の違いを救わかした先生です。ウォールストリート・ジャーナルでも非常に引用数の多い経営学者として知られていますし、世界のトップシンカーとして、リストされたこともあります。今88歳でまだご健在です。今日ずっと皆様の議論を聞いていて、カルチャーがすごく大事だってお話、 何度も何度も言ってました。ホステッド先生の功績というのは、ソフトイシューと言われている文化を数値化したことです。数値化することで見える化したという、そういう方でして、私バルセロナで、たまたま先生に出会うことができて、先生の理論をビジネスに適用するということを始めました。 もともとホステルインサイツという会社がございまして、30年間文化と経営だけをやっていた、それだけに特化したボティックコンサルのようなものなんですが、これは日本に持ってこなきゃいけないと、私のように痛い思いをして異文化の中で泣く人の数を減らさなきゃいけないという、それだけの思いで2014年に行ってきたという、そういうことでございます。
で今日は働き方改革という話でしたので、OECD のベターライフインデックスというのをちょっと調べてみました。良い、まあ、生活のインデックス。でこの中にワークライフバランスというインデックスがありまして、でワークライフバランスをどう見ているかというと、1日に会社以外で自分のために費やす時間がどのくらいあるかというものと、週に50時間以上働く従業員がどのくらいのパーセンテージいるのかということで見ているそうです。でここに挙げている国ですね、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、働き方改革ってやっぱり北欧というのがすごくテーマになってきますし、今日は ACCJ の会なのでアメリカの話はいっぱいあったと思うので、北欧のなぜワークライフバランスがいいのかということを国民文化の面から見ていきたいなというふうに思っています。まず文化とは何かということについて少しだけお話をさせてください。でその後国民文化について働き方という視点から考え、そして皆様とご一緒にじゃあどうしたらいいのかということを言っていけたらと思います。さてじゃあ文化とは一体何でしょうか。私ここにいるのはダメなので結構動きます。文化とは何でしょうか。はい、その国ですとか地域の価値の一つで、人々が愛しているものであるとともに、その人たちを縛っているものというような価値のものですかね。素晴らしい定義ですよ。実は文化の定義を Google で行くとものすごいたくさんあるので、いろんな人がいろんなことを言っています。その人を縛っているってものすごくいいと言って、ホフテフ先生の定義はあるグループと他のグループを区別している心のプログラミングというふうに言っています。でもこの定義ちょっと難しいので実験をしてみたいと思います。ですね、こちらから後ろグループ A としてください。こちらから前がグループ B としてください。でグループ A の方は目をつぶっていただけますか。私が言うという場合、グループ B の方はスクリーンを見ていてください。はい、じゃあグループ B の方で今度目を閉じて、 A の方スクリーンを見ていただけますか。はい、じゃあ皆さん目を開けていただいて画面を見てください。2枚目の絵、何が見えるでしょうか。まだかそんな難しいことを聞いてないのでとか。ネズミです。ネズミ、はい、ネズミ。他には顔、なぜこんな単純な問題に2つの答えがあるかというと、私最初にお見せした絵を描いてるんですね。ネズミを見るようにとお顔を見るようにと。でその間3秒です。たった3秒で皆さんは私にネズミを見るというふうにプログラミングされました。もしくは顔を見るというふうにプログラミングされました。このお部屋の中に2つのグループを作って、その中の文化をプログラミングしたんですね。でこれが文化です。で私たち人間っていうのは社会的な動物ですから、いろいろな集団に属して生きてますよね。いろんな集団があります。日本という国もありますし、組織、それから業界というのもあるかと思います。人間をプログラミングされるのに3つのレベルがあって、動物としての人間と、あとパーソナリティ、そしてグループ共通の文化というのをずっとプログラミングされています。そしてプログラミングされる場所というのが違ってきます。さっき3秒で皆さんをプログラミングしました。そう考えるとですね、皆さんが親と生まれてから、日本で生まれた方が多いと思うんですけれども、日本という国の文化にどういうふうにプログラミングされているか、無意識のうちにプログラミングされているので、国の価値観というのは自分では分からないんです。国の文化がどういうものか自分で知ることはなかなかできないんです。一方、大人になって職業を選ぶ、もしくは会社を選ぶというのは皆さんの意思で入っているので、組織の文化というのは皆さんの意思で変えます。ですので働き方改革という視点で考えるときは、国の文化というと意識化する、その後であるべき組織文化、それを作っ
ていくという考え方が重要になっているかと思います。では国民文化についてここから触れていきたいと思います。ごめんなさい、私ちょっと風邪をひいているので水を途中で飲ませてください。ですね、世界には実は人類の共通の課題というのが、まあ、いろいろあるんですけど6つあると言われていまして、人類学的に。でそれがここに挙げてある3つです。権威、上司とか、まあ、先生とどういうふうに付き合うのか、あるいは社会に対して集団の一員として出ていくのか個人として向き合うのか、動機づけの要因はどこにあるのか、生活の質が大事なのか、それとも達成する、成功するということが動機づけになるのか、不確実なこととか今まで知らなかったことに対してどのように向き合うのか、時間に対してどういうふうな考え方をするのか、そして楽しみたいという本能をどうやってコントロールするのか、でこの6つの切り口で国民文化というのを見ていきます。でホステートは0から100のスコアでこの6つでスコア化していまして、ね、100カ国ぐらいのデータがあります。特にそうですね、働き方改革に関係するのを4つ選んで今日はここにフォーカスしてお話をしたいと思います。集団主義、個人主義というのも皆さんよくご存知だと思いますけれども、誰のために行動するのかということが大事になってきます。自分が属している内集団ですね、その一員として行動するのか、それとも個人として社会に向き合っていくのか。個人主義のところっていうのは私が先に立つので、個人の意見とか自分のニーズをちゃんと言うということがすごく重要になってきます。ハイコンテクスト、ローコンテクスト、皆さん聞かれたことがあるかと思いますが、ローコンテクストですね、明白なコミュニケーションをするということが個人主義の国では非常に重要です。喋らない人はそこにいないということを皆さんにしまいます。でそうですね、人間関係より職務がすごく大事なので、まあ仕事をする前に飲みに行かなくても大丈夫、仕事をしてそれがうまくいったらそれで信頼してもらうということができます。一方で集団主義、これは私たち、私が属している集団というのが先に来ますので、所属集団の意見を見ながらコミュニケーションする。なので暗黙のコミュニケーションになります。私がこうやって今お話ししていて、私の内容を皆さんが理解してくださらなかったら、集団主義の国では皆さんが悪いことになります。個人主義の国だったら私が悪いことになります。それがコミュニケーションの違いになりますね。で人間関係がとても大事なので、仕事は人間関係があって初めてできるというふうに考えます。さて皆さん、日本ってどっちだと思いますか？個人主義だったの？集団主義。わ、ほとんど全員が集団主義言われますよね。よく日本って集団主義だから分かりづらいなとか、で仕事の仕方が、でも実は真ん中なんですね。すごいびっくりされると思うんですけれども、確かにアメリカとか西欧の国から見たら日本は集団主義です。でも中国とかアジアとか中東とかラテンアメリカとか、もっともっと集団主義の国の人から見ると、日本はなんか個人主義で腹を割らないで嫌だなと思われます。なので私たち結構メンタル的に日本は集団主義だからって刷り込まれてるんですけど、それをまず取ってください。真ん中です。で基本的に働き方改革とワークライフバランスの取れている国っていうのは個人主義が前提になります。数字の高い方が個人主義で、低い方が、まあ、集団主義ですね。じゃあ2つ目の切り口を見ていきましょう。今度人生の楽しみ方、これはですね、私たち人間なのでサボりたいって気持ちがあるんです。その気持ちをまあ、抑制するのか、それとも補充してしまうのかということで、コップに水が半分しかないと思うのか、まだあると思うのかという、そういう切り口です。コップに水が半分もあるというふうに思う人たちはよく働きよくなそう。で人生は自分でコントロールできると思っているので、もうポジティブシンキングですね。職場でもいつもポジティブシンキングで、ビジネスはゲームで楽しいというふうに思います。問題は
解決することに焦点を当てて、問題そのものというのをどうやったらうまくいくかということに焦点を当てているのが向こうです。ああ、もうコップに水が半分しかなくなっちゃったと思う。ロシアとかそうなんですけども、なのでプーチンさんの笑顔って見たことないでしょ皆さん。そういうのがそういうところも働ける、遊ぶな。ビジネスはシリアスなものだから、職場で笑顔なんてとんでもないんだよと。そんなふうに、それとか問題は何かっていうことに焦点を当てて、解決というよりも問題に焦点を当てて、ですので職場で口にすることはよく考えてから言いましょうみたいなことを言われたりします。これも日本真ん中ぐらいなんですね。実はものすごく抑制的かなというふうに思えるんです。この真ん中ぐらい、アメリカはアングロサクソンの国は人生楽しみましょうというふうな数値が強いので、ビジネスもゲームだと思って楽しむ。で、先ほどの OECD の現代に比べると、人生の楽しみ方を楽しんじゃう国の方がワークライフバランスは取りやすいという結果になります。さて、3つ目、動機づけの要因はどこにあるか。生活の質を大事にする弱い人、老人の方とか赤ちゃんとか子供とか、力のない人に対して思いやりを大事にする。生活のライフを楽しみに大事にするのか、それとも競争原理の中で達成するとか、お金を儲けるとか、地位を重視するのかという、どちらを大事にするのかというのが次の現実です。ちょっとビデオをお見せします。Camille's rebound descent is tearing tent. Some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, Ben. Week was over 15 minutes ago! Mesh! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You don't even need a cover sheet or a GPS report, Bridget! That ain't new, baby! Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. He fits right in here. That's a long distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tanks. テリー・テイトっていう人はラインバッターとしてものすごく有名な人 でラインバッターとして有名な人をリーボックが取って、会社でサボってる人をどんどん倒していくっていう、そういうコマーシャルなんですね。でアメリカはやっぱり達成志向とか仕事をちゃんとするとか勝つとか、そういうことをすごく大事にしてるので価値観が出てるコマーシャルだったと思います。次は反対のコマーシャルをちょっと見ていただきます。
で、オランダはパートタイムの方とフルタイムの方の差というのがありません。世界で最もパートタイムの方のパーセンテージが高いというのがありますけれども、彼らはお金よりも家族と過ごすとか友達と過ごすとか、そういうことをすごく大事にしています。で、こちらの国の人たちにとっては目標っていうのは達成するものじゃないんですね。皆さんの会社ではいかがでしょうか。予算を達成しなかったらどんなことになりますかね。よく私これトレーニングして会社さんで聞くんですけれども、皆さんの会社の目標は一達ですかというと当たり前ですっておっしゃる方が日本の予算すごく多いんですが、オランダとかスウェーデンとかそういうとそうじゃないんです。で、最近こっちの人とよく仕事してるんですが、結構ムカつきます。で、良い上司っていうのはさっきビデオで見ていただいたように関係を構築するってことがとっても大事なんですね。だから元気かとかお母さんどうしてるとかそういうことも聞くし、家族のこととかも結構気がします。で、彼らのインセンティブっていうのはお金じゃない、地位じゃない、もっと時間とか、それから職場の環境とか、コージーなオフィスを作ってほしいとか、そういうことを言ってきたりします。で、歴史を見ると生活の質を大事にする国っていうのは男女の役割の差が少ないんです。一方でアメリカも含めて達成志向の国というのは業績がすごく重要、目標を達成することに喜びを感じる、それがモチベーションになります。ですので明確なターゲット、今日は本当に ACCDA だなと思って聞いてたのは、アメリカも明確なターゲットとしてロジカルにですね、ウェザーだと言うじゃないですか、もうあっちの国だからはそういうことで、こっちの国だともしかしたらダメかもしれない。で、インセンティブもやっぱり昇給とかストレッチした仕事とかチャレンジとかそういうことがあります。で、家庭の仕事も違う、なんだかんだとかというふうに違っていて、これ結構職場でも対話の仕方が変わってきます。対話なのかディベートなのか、上司のスタイルっていうのが変わりますよね。支援するタイプの上司がいるのか、それとも売り込み方ってよくアメリカで言いますけども、自分の部署のやってることを上司とか周りの人に売り込むコスがいいもんというふうに言ったりします。で、地位やステータスを見せるのか見せないのか、意思決定に部下を巻き込むのか、それとも最終的にはマネージャーが責任を取って決めるのか。日本は結構達成志向の国なんです。アメリカより上っていうのは皆さんすごくびっくりされるかもしれないんですけども、日本の出方がちょっと違っていて、パーフェクション、完璧すぎとかしますよね。それが向こうにすごい出てきます。ワークライフバランスを見ると生活の質を大事にする国の方が取れてる、これはもう当然のことかなと思います。そしてもう一つの質問ですね、信号を守るかどうかということを見てほしいんですが、この絵どうですか。信号で中国の普通の光景なんですけれども、日本は例えばバスに乗るにしてもちゃんとラインが引いてあってまっすぐこうこういうふうに90度いかないといけないとかですね、そんなようなことになって、これ社会にルールや規則が必要かどうか、そういう切り口です。不確実なこととか未知なこととかそういうものを避けるためにルールを感情的に必要とする社会か、そうじゃないかという切り口になります。ルールとか規則はできるだけ少ない方がいいというか、リラックスしているとか、成功するためにリスクを取るとか、アウトオブボックスシンプルとかイノベーションとか、こっちの方が重要です。どうしてもルールが欲しいとか規則が感情的に欲しいという人たちはストレスがあるし、多いですね。例えば私オランダとか北欧でお医者さんに行ったことがあるんですけど、というのはこういうふうに講演をする機会があって、前日に39度熱が出ちゃったので薬をくださいって言ったんです。そしたらオランダのお医者さんは、え、君はどういうふうにして治したいのって言う。で、別にオランダの医療システムが悪いわけじゃなくて、なんていうのかな、あなたに決めさせますみたいなところがあるんです。なのでオランダの駐在員の方はたまにドイツに行ったりブラッセルに行ったりするそうです。お医者さんにはやっぱり専門家としてこの薬を飲めと言ってほしいという方がいます。で、当然日本は向こう側だというのはお分かりだと思うんですけれども、結構向こう側です。世界の中でも不確実なことが嫌いな国のトップ5に達成したいし、不確実なことが嫌という国の組み合わせって日本ぐらいしかないんですね、実は。で、
プロジェクトの進め方の違いってなるとドイツとか日本ってペペレスのことが嫌いなので計画をしてからやってますよね。でアメリカとかアングロサクションの国とまあまずやってみてダメだったら考えてまたやってみようというふうになると思いますし、フランスとかベルギーだと思ってしまいますよね。それから北欧オランダ系はですね、もうみんなのコンセンサスを取りながら動いていくので、まあ、時間がかかりますと。でもかかる時間と、まあ、あの結果は同じだということを示しているだけなんですね。ただこの違いを知らないと一緒に仕事をしていてムカついたりとか余計なストレスがたまっちゃうということがあります。で基本的には不確実性の回避というふうに私たち言います。ルールがないと思っている国の方がワークライフバランスは取りやすい。組織の合理性というのはやっぱり国民文化の影響としても受けます。アメリカが組織を考えた時というのはまずマーケットですね、投資市場のことを考えていますし、北欧だったらお土産、オランダだったらプロ、日本は日本を考えたというふうにホフセ先生は言ってます。なんでかよくわかんない。なんでですかって聞いたら、日本はどこの国ともカップリングできない、すごく特殊な文化、特殊とは言わなかったから特別な国というのをされます。で生活と仕事の調和が取れているということは、まあ、個人主義で人生を楽しむ、社会にルールや規則はない方がいいと考えていますし、弱者の思いやりとか生活の質を大事にするという価値観があります。例えばオバンクっていうのがフランス最大の財務サービスプロバイダーですけれども、あのここは人員もないんですね、ジョブディスクリプションもない、仕事をいつどこで誰とするかは自分で決められる。でも仕事のいつどこで誰とするか自分で決められると、実はその責任を全部負わなきゃいけないことになるので、上司は部下に対してもすごく信頼しなきゃいけないし、部下は企業が精神を持って全ての責任を取る覚悟がいるわけですね。もう一つこれ、フィンランドのスーパーセルっていうゲームのベンチャー企業なんですけれども、そこにスーパーセルの創業者は、世界で一番力のない CEO でありたいっていうふうに言ってます。これとっても北欧のマネジメントのスタイルで、できるだけみんなに決めさせるというふうに言っています。で、彼がこう守りたいことっていうのがここに挙げてあるクリスの6つなんですけれども、最後に自分を大事にすることがすごく大事なんだよと。幸せになる。パフォーマンスが高くて幸せな人間になるための秘訣、それをコミットするのが CEO の役割だということを言っています。でも、北欧とかオランダがただいいだけでもない、なんての規定っていうのをご存知かもしれませんが、北欧によく伝わっている、なんていうのかな、考え方です。自分を特別な存在と思っちゃいけない、競争しちゃいけない、知識が深いと思っちゃいけない。つまり、人より秀でたいって思わないものなんですね。っていうことは、仕事をやらなきゃいけないのに、残業してもやらなきゃいけない時ってあるかもしれないし、今日はどうしてもこの会議に出なきゃいけない時はあると思います。そういうこともやらない人たちが多い国でもあるんですね。例えばティーエっていうノルウェーの食品業との組合があるんですけれども、ここは全員が公平である、幸せであることにこだわるあまり意思決定がすごく遅れてイノベーションが全くできずに業績が今悪くなって大変なことになっちゃってるということになります。ですので、ワークライフバランスが取れている方向がいい、オランダがいいという話、よく聞きますけれども、そこにも悪いところがある。で、国民文化っていうのは、いいも悪いもない、違うだけなので、どこかの国がいい制度をやっているかといって、それをそのまま持ってくるんじゃない。なぜそうなっているのかということを見て、それが日本に本当に入るのかどうかということを考えることがとても重要なんじゃないかなと思います。日本は個人主義でも、集団主義でもない。楽しみや仕事の後でという感じになります。でもルールや規則必要ですよね。で目的達成志向が強い、そういう価値観があるので、まあ、国民文化というのは実は長いこと変わりません。3世代から4世代100年から200年かけて変わっていくもの。でも組織文化は私たちの力で変えていくことができるので、日本の国民文化というのを無意識から意識化して、そして組織文化を作っていくということが非常に重要なんじゃないかというふうに思います。じゃあどうすれば、日本は集団主義でも個人主義でもないので、働く場所も何をするかも全部任せるよと、セルフドリブン全部するよと今言ってもなかなか難しい。
が自立した社員がということをとても言われますけれども、その自立するということに慣れていない人たちがいる中で、それだけ言われてももしかしたら戸惑う人がいるかもしれない。そして個人主義がそれほど高くないということは、個人と組織のバランスというのを取るということが自然にできている部分だと思います。そしてルールはどうしても必要な国になってきますので、ある意味アクションですね、働き方改革ももしかしたら形から入ることも必要なのかもしれない。変化を嫌う、そういう国民さんどうしてもあります。予測できない人は嫌だと思ってしまうので、心理的な安全性をリーダーがどのようにして作ってあげるのかということもとても重要なポイントかなと。そしてリーダーの在り方っていうのもどうなのかなっていうふうに思います。日本に入ってくるリーダーシップ理論っていうマネジメント理論ってほとんどがアングロサクソンの国で作られたものです。でそのリーダーシップスタイルが本当に日本で効くかっていうことは考えた方がいいのかもしれない。リーダーシップ論にはいろいろありますけれども、家父長型といってラテンアメリカとかアジアとか中国ではすごく必要なリーダーシップスタイルですけれども、部下に何をいつまでにどういうふうにやるかは伝えてそれを見守ってあげるタイプと、西欧ではやっぱりコーチ型ですね、何をするかというゴールを握ってあとは任せるっていうやり方、日本はおそらくその中間を好む方がすごく多いのかなというふうに思います。ですのでどういうリーダーシップのあり方で文化を作っていくのかということも考えることが重要かなと思います。でこれですね、達成志向がすごい強い完璧主義で、こうこれの国民性として仕事に熱中しちゃうとか目標達成に真剣になるというのは持っているので、なので評価軸、ワークスタイルリフォームの評価軸と報酬に手をつけることというのはすごく重要なのかなというふうに思います。で究極的には何のためにやるのかということをちゃんと言っておくということです。働き方改革って、ね、皆さん今日朝からオフィーからおっしゃってましたけれども、働きたい組織、このここで働くことが誇りだと思う、そういう組織を作るという改革なのかなと思いますし、そこにはまあ戦略とアクションの分野というものが必ず違う。で、国民文化の違いを理解した上で働き改革を実現する組織の文化を作っていくというふうに言ってましたが、どんな組織文化だったら改革できるのかなというのを少し話をしてみたいと思います。今日カルチャー、何度も何度も皆さん重要だとおっしゃってました。でカルチャーってうまくいけば支援してくれるんだけど、基本的にほとんどの場合は足を引っ張ります。これ見たことありますか？ボアルカーさんが言ったっていう言葉なんですけれども、文化は戦略を朝ごはんに食べると、どんなにいい戦略やシステムがあっても文化がそれをサポートしてないと実現できないよということを言っています。で、じゃあどんな文化がいいか、強い文化っていうのは本当にいいんだろうかっていうことも少し考えてみたいと思います。エクセレントカンパニーという本が出てから強い文化がいいんだと、強い文化がパフォーマンスを出すんだということを言われてきましたけれども、本にあった企業はほとんど今なくなってますね。ほとんどがなくなっている。強すぎるカルチャーっていうのは皆同じ考え方になってしまう可能性があるので、外からの意見にも入らない可能性がある。ですので、おそらく今のパラダイムシフトが変わっていて、強いカルチャーで引っ張るというよりも、組織は全ての義務と思っていないので、外の意見をフレキシブルという、それを使って生産性を上げていくということが重要なのかなというふうに考えます。じゃあ働きたい組織の文化ってどんなものがあるか、ロンドン大学のゴッヒ先生とラホッセ先生がいろいろ考えてみたんですけど、大体ここに挙げてあること、まず組織のゴールをクリアであること、どこに向かってるかってことをみんながちゃんと知ってるってことがすごく重要です。2番目はメンバー一人一人が自分自身でいる。で、外から見える女性とか国民性とかそういう外から見える多様性を大事にするのではなくて、私たち一人一人が持っている違い、それを正しく理解して付加価値を埋めるような組織、それからメンバー一人一人が、皆さんいろいろなステージにいらっしゃいますが、多様な価値観を持っていますし、多様なキャリアのステージがある、
それを理解して組織として、ベネフィットを得ると、それが重要なのかな。そして徹底的に正直でオープンで、さっきグーグルの方のお話にもありましたけれども、会社としては外に出したくない情報というのがあるかもしれない。でももう今この時代だと外に出したくない情報というのはないと思った方がいい。徹底的に正直である、そしてそれをこう行動でも表すことが重要になってくる。本物であること、そして取りに思える組織である、良いことをしている組織、こういうところで働きたいという人が増えてくる。システムというよりも文化を作るときにどうありたいかということを考えるのがすごく重要というふうに思います。で今自分たちはどういうステージにいるのかなという診断をしてみるというのもいいかもしれません。自分が行きたい、やりたい戦略と働き方改革、それに合わせた適した文化を持っているのかどうかって見てみることもいいかもしれません。というわけで、これ結構バーッと喋りましたけれども、大変な作業ではあります。でもポイントは国民文化を知った上で組織文化を皆さんの手で作れる。なので戦略とゴールに合った組織文化を一体どういうふうに作っていけばいいのかということを考えるということが重要かなと。変革をする、文化を変えるってザーリーですよね。数字では終わらない、本当に長い時間かかると思うんですけれども、でも必ず変えられるもの、カルチャーっていうのはどん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 エボルブしていくものだと思いますので、ぜひ文化をツールとして使っていただいて、働き方改革を実現する、幸せな組織と幸せな人たちが増えるような社会の方がなっていただくかなというふうに思います。今日私がご用意した内容はここまでになります。これから質問をお聞きしたいなというふうに思います。ありがとうございました。じゃあまだ30分ぐらいありますので、たっぷりとQ&A の時間がありますので、ご質問ある方挙手お願いします。ありがとうございました。私 P&G でダイバーシティのプロジェクトをやっている田上と申します。ありがとうございます。私たちの会社の中だけじゃなくて、私たちダイバーシティの、カルチャーを他の会社様にスキルとしてお伝えするようなセミナーをやっておりまして、そういうところに参加すると特によく上がってくるお話としては、国だけではなくて、その世代間の違いだったり、もちろん男女もありますけれども、どちらかというと多分若い人で、そんなに達成感を人生の目標にしてないような世代の人もいる中で、ミドル層だったり、中間管理職になるような方は、その達成感って当たり前やろみたいなカルチャー。もちろん国が違えば、いろいろダイバーシティであるという、これは当たり前としても、同じ国の中でも世代だったり、その個人によって価値観というのは結構違うっていうことが多いのかなと思うんですが、そういった状況の中で企業のカルチャーを作っていくっていう時に、どのようなアドバイスがあるのか教えてください。はい。すごく難しいですよね、世代間が違うっていう。でも100年前の人も100年前の人も世代間が違うっていう。で一方で日本の文化って若い人はそれほど強くないなっていうふうに思うかもしれないけれども、その若い人をオランダの若い人と比べてみてください、でスウェーデンの人と比べてみてくださいっていうふうにすると、やっぱり日本の人の方が達成力があったりするんですね。でそれが一つ、まず世代間の違いというのが必ずあるし、今のこの社会全体が、世界全体がどちらかというと生活の質を大事にしたいというふうに動いてはいるけれども、国と国のポジションはあまり変わらないというのが一つ。でそれが一つと、世代間、個人の違い、国の違い、組織の違い、いろいろありますけれども、人間の心をプログラミングしているレベルが性格っていう自分の価値観と、それかどうしても集団の影響を受けてしまうので、その2つを両方見ていくってことがとっても重要なのかなというふうに思います。でじゃあどういう組織文化を作っていったらいいのかということになりますけれども、まずは誰を目指すのか、どういうゴールが必要なのかということをきっちりと、決める、これを達成するためにどんな文化が必要なのかということをリーダーがコミットして覚悟を持って決めて、
そして時間をかけて書いていくということが必要だと思います。そのためにはやはり今の自分たちの文化がどういうものなのかということを客観的に知るということも必要かなと。でこれは従業員満足度調査とは取れません。というのは従業員満足度調査というのはその従業員の方が会社にとってどういうふうに思っているのかと測る個人の意見です。組織文化を測る場合というのは個人ではなくてその組織がどういうふうな状態でいるのかというのを測る調査が必要なので質問の方法が全く変わる。それを一緒に取られるというのはいいのかもしれない。お答えになってますか。ありがとうございます。話したもありがとうございました。最近ザラストの会社で人事をしております。最後の方で説明いただいた働きたい組織の文化という話のところで上がっている内容が本当にそうだなと、こういう会社だったら多くの方が働きたいと思うだろうなと、はい、でぜひこういう会社になるように組織 の, 社内の文化を作っていきたいなと思うんですけれども、例えばメンバーの一人一人が相手のままいられるとか、一人一人の強みを理解するとか、徹底的に正直にオープンであるとか、これに賛同していただける方もいれば、この考えに、はい、逆に拒否される方も多くいらっしゃると思うので、より多くの方にこのような考え方を持っていただくためにはどうすればいいのか教えていただけますでしょうか。これはあちらのセッションで皆さんが話していたことの繰り返しになってしまうんですけれども、やっぱりトップのコミットメントがいい、それから繰り返すことを諦めないこと、そして組織の文化を変えるっていうのはトップだけでは実はできないので、一人一人の心に、働きかけていくこと、感情を動かすことだと思うんです。でそのためには私コミュニケーションしていて、エンプリレーションのようなこともやっていたんですけれども、もう朝から晩まで同じことを何度も言うっていうふうに言われてました。でそれをやっぱり全員に行った時は、CEO からビジネスリーダーが全員徹底してました。変える時というのは必ず何度も何度も繰り返して、ジェフ・ミルトが言ったことが、次の日には全員が喋っているというのが、人の強さだと思うんですけれども、そういうシステムとそのコミュニケーションに対するコミットメントをリーダーにさせるということはとても重要だと思います。ありがとうございました。パンフレットに書いてもらいました。より一生懸命働くのではなく、より賢く働くというその賢くというキーワードと、この文化 の, その相関性というか、なんていうんですかね、日本人の文化的にプログラム的にインプットされている中の一つで、その目標計画を立てて目標を決めるとなかなか計画を変えれなくて一生懸命働いてしまう。例えばですけど、残業しててもプログラムの遂行をどうしてもこだわってしまうというところがどうしてもあると思うんですけど、賢く働くっていうのとその文化マインドセットをしますっていうところが、もう少しヒントがいただけるといいなと思います。多分これだと思うんですよね。もう一度お話ししますと、ルールや規則を欲しがるんですね。日本はなんでルールや規則を欲しがるかっていうと、過去に2000年これだけ多くの自然災害に襲われて生きて残ってる国ってないんですね。なので私たちのどこかに必ず来ると思ってるんです。であれはもうコントロールできないので、じゃあ自分のコントロールできるものはしたいという、そういう感情がやっぱりどうしてるか、そういうプログラムがされています。でもう一つの特徴は、コントロールできないものは見たくないと思っちゃうところがあるんです。ルールや規則を欲
中学生たちのことが絶対嫌だっていう人たちっていうのはコントロールできない状態が来たらもうお手上げになってしまう。で、自分のコントロールできることの中だけで一生懸命働くので、また体を壊したりとか先ほどおっしゃってたようなことになる。でもこれが文化としてありますと、もう一つ達成力が強いんですよね。ということはパーフェクショニストなので完璧を求める、ルールを必要として完璧を求める。だから例えばグローバルで、あのおそらく日本本社から出せと言われる月次の広告データっていうのはものすごく細かいんです。よく私、アメリカとかヨーロッパで、あの日本の会社に買われた会社さんでセッションするんですけども、なんでこんな細かいデータを出さなきゃいけないんだ、すごく皆さんその説明がない、本社も説明できない、そういうものだからということは、それを逆手にとってフリームワークがあると安心して日本に住めない。ヒントになりますか。私が全部答えを捧げるわけにはいかないと思うんですね。というのは、組織文化って一つのいい組織文化があるわけじゃない。皆さんの会社によってそれは決め全然変わってくるものだし、一つの会社の中に分が違えば違う組織文化が必要な時だってあるんです。ですので、先ほども言いますけど、強いカルチャーがいい、これが一つの素晴らしいカルチャーだということは言えません。文化ってそんなに簡単なものじゃない。で、やっぱ会社の方がこう自分でコミットして書いていかないといけない。ただヒントとしてはそれ、こう今のようにこういうものだということを分かった上でそこがフレームをしていくとかですね、パーフェクトじゃなくてもいいんだよっていう心理的な安全感を上げるとか、そういうことをしていくことは結構有効だと思います。ありがとうございます。お声ありがとうございました。あの飯田リリーで今はセールスで働いています。小池と申します。あの考えててプロダクトプロダクティビティに考えると成果は時間だと思うんです。で今これ聞くと、日本人ってやっぱルールとか規則が好きだなと思って、今やっているルールって残業を減らしなさいとか、家で働きなさいとか会社で働きなさい、時間的な制限ばっかり加えてて、あまり成果のところについて話してないなということをすごく感じたんですけども、どういうふうに成果を上げるような規則とかルールっていうのを日本で行っていけるのかなというのは、全然まだアイデアはないんですけど、皆さんご意見あったら教えていただきたいな。あの私たち個人主義じゃないので、アジアの中でも最も個人主義ですけれども、成果を自分に出すためにどうし何でもやっていいよっていう風な考え方は慣れてないんです。なのですごく難しい質問だなと思っていて、私は実はあの自分の働き方もすごく、なんていうんだろう、モッドに左右されながらも、今実はシカゴに住んでるんですね。昨日シカゴから着いてもう立ってるんですけど、ね、であのそういう働き方をしていると、もう時間じゃなくてできるときにやらなきゃいけない。でここで皆さんにお話しするということが私のアウトプットなので、これを準備するためには、まあ、ボロクしてても考えるし、ご飯作ってても考えるし、そういうことを習慣づけていくしかないんじゃないかなと思うんです。さっきの私すごく実際のお話ですごく心に残ってるんですが、目の前にいる部下しかマネージできないって、マネージャーって本当にないんですよね。自分の、まあ、G 時代とか HP 時代の上司もあのアメリカにいたりとかイギリスにいたりとか、私はリモートで、ね、東ヨーロッパのプロジェクトとかマネージしてましたけども、自分の目の前の人しかマネージできないとリモートのマネージも絶対できないんです。だからどうやって信頼を取るかってすごい考えます。お答えになってないと思うんですけれども、アウトプットを出すことで、でしかね報酬をもらえないっていうふうにしないとダメなのかもしれない。もしかしたらやっぱり評価制度とか評価の仕方っていうところが大切になる。組み合わせないといけないんじゃないでしょうか。それだけではない、あとそれをどう伝えるか、はい、ですから戦略とそのカルチャーを変えるということと
仕組み、形でこれをどういうふうにインテグレートしてインプリメンテーションしているかというところをすごく重要だった。一つだけ取り上げてますね。日本のメディアは全部見れたらかわからないんですけど、時短とか残業規制とかそういうことだけ取り上げているのが働き方改革ではないと。なんでああいうふうになっちゃうのかっていうと、深くに進むことが嫌いだし、パーフェクションミニストだから、お国から言われたことを守ろうとして、そっちに行くんです。うん、もうそれだと、本当の意味での働き方改革って、会社も私たちも幸せになることです。そこにいけない。だから会社も私たちも幸せになるためには、何が必要なのかっていうことを、もう、まあ、ここにいる皆さんで、どん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 声を上げていくっていうことがとても大事なのかなっていう。生き出したんですけど、これ見ると分かるんですよ。なぜああいうふうに数字のことだけが取り上げするかっていうのは日本の国民のようだと言えない。ありがとうございました。いろんな意味で成果が上げれてない道路っていうのがたくさんあるなっていうことを気づいたので一つずつ変えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。興味深いご覧ありがとうございました。コンラッド大阪というホテルで、人事をやっているすぐすぎと申します。座ったままで失礼します。今日の話の中で組織の文化を作っていくためにはその前段として、国民文化を、明らかにして理解するということが大切だということが一つ分かりました。で一方で同時に、組織の文化を作っていくためにはトップマネジメントの、コミットメントが重要だということもあって例えばなんですけど、今日参加している他の企業さんもそういう状況があるかなと想像はするんですけども、我々、従業員の日本人です。例えば私日本人で今日の講演をお伺いしてすごくピンとくるんですけども、トップマネジメントが外国人であるまず日本の国民文化を理解するといったところから、我々日本人が感じるほど簡単には、理解できない、多少時間がかかることがあるかもしれませんね。そうなると当然、我々が声を上げていかないということはあるんですけども、先生の、いろいろご覧になってきた事例としてですね、トップマネジメントがそもそも外国人でその国の国民文化にあまり慣れてないような状況で、そこから組織文化を作っていくっていうのの、なんですかね、事例みたいなものをもしお伺いできればお願いできないでしょうか。結構そういうケースあります。でよく私がやるのは、その CEO の方に今みたいなセッション、もっと国文化、日本に特化したセッションをさせていただく。でそうすると分かるんですね。やっぱりマネージメントとしてトップとして来られる方はそれなりの方々ですので、あたかな動かなかったんだということが分かる。これを分かった上でどういうふうにしていこうかということができるのかと思います。2つ目は日本人の、経営チームの方とその外人のトップの方を一緒にした、合宿とかそれから会ありますよね、1年とそういうところに私が生まれて半日のセッションをちょっとファシリテートしたりするんです。でホステッドの、いいところって数値化されてるので納得感があるんですよ、ですから。でそれを見ながら、あともう一つ自分のこう持っている文化的価値観の好みっていうのがあるんですね。例えば私の日本人で不確実性の回避が全くないんです。嫌いだし体も全く達成欲もないんですけれども、でも日本に来るとそういうふうに動かなきゃいけない。それが集団の圧力である、文化の力であるので、それを一緒にこうディスカッションしていくと、それを感じるんです。割と聞きます。なので、やっぱりエデュケーションセッションというのはどうしても必要かなと思います。で文化をツールとしてマネジメントに使うためには、今の CQ って言われてるんですけど、ね、IQ があって、EQ があって、今はカジュアルなところにいて、CQ の時代だって言われてるんですけど、まずはトップでいらっしゃるということは、日本で成功したいと思っていらっしゃるモチベーションがありますよね。じゃあ日本はどういう文化なのかということを知るということもすごく大事で、知った後でそれをどうやって自分の仕事に生かしていくのかという戦略を作る。で戦略を作ってその通りにアクションして、何がうまくいったかうまくいかなかったということをチェックする。このサイクルを回していくと CQ というのはどんどん上がっていくんですね。で異文化を学ぶとか組織文化を作っていくっていうのはワンタイムじゃなくてプロセスなんです。
で、プロセスで上がっていくの、必ず良くなっていくものなので、そこをお伝えいただいて、よかったら私のセッションを受けてください宣伝なんて申し訳ないはい、ありがとうございます。ちょっと、参考にして、まあ、上をこちらから巻き込んでいくやり方をちょっと考えてみたいと思います。ありがとうございました。今の続きでちょっと教えてほしいんですけど、まあ、トップの外人に伝えていくって大切なんですけど、なんか共通言語としてこういう調査結果があるとすごく何回も言うときに伝えやすいと思うんです。この調査が私のものとかで、なんかまとまったものとかってあるんでしょうか。ホフステル指数っていうふうに Google で引いていただくと手元に入ると思います。だけどただ数字だけ見ても何のことでしょうか。それで日本人の項目みたいなのがあるんですか。ですね、日本の項目というか130カ国くらいのデータが今お話しした3つの切り口で0から100のスコアで基本になる。わかりました、ありがとうございます。なんかこう事例があった時に、いや今日経験したように日本ってこうだからっていうのが繰り返し言えると本当に効果的だなと思った。すごくいいことで、例えば先日お話ししたアメリカで日本の電機メーカーさんが買われたアメリカの会社さんで経営陣のファシリテーションだったんですけど、彼らの悩みっていうのはまずそのデータが細かいっていうこと、それから会議に必要ない人がいる本当なんです。で彼は人事の偉い人だったので、ね、工場を閉鎖すると、ワークフォースリダクションをやらなきゃいけないので、そのためのコンフィデンシャルな会議だと思ってすごい一生懸命準備してたんです。さあビデオ会議に自分のカウンターパートだと思ってた日本の人の他に後ろに10人ぐらい座って壁にね、その人たちは何も喋らないで自分のカウンターパートをパッと見るとこうやってペーパーを持ってたのものすごい仕事。でアメリカの人っていうのは会議で発言してない人は、ね、いらないって思いますし、ものだっていうふうに思われるから何だかわからないって、その人もやめたいって言ったんですよ。それはなぜかというと、学術性の会議が高いからだよということと、達成力が強いんだよということを言いました。で同じことを日本側のカウンターパートの人にもこのセッションを受けていただいて、でお互いに話をする、あ、また不確実性の会議が高いからそこの人たちを呼んでて今回入れないでねっていうふうに、言えるようになった。で文化の問題を解決するにはこれを笑い事にすることが丈夫で、丈夫にするためにはニュートラルな言語が必要で、ホフステル指数というのをニュートラルな言語として使えます。ありがとうございます。本日貴重なお時間ありがとうございました。 EIDG セールスやっております竹山と申します。私のですね、仕事上セールスという立場で見ると、お客様、顧客であったりクライアントの文化にかなり寄り添うという状況があります。そうしていくと企業文化であったり個人の価値観というのをこう尊重して企業内のオリジナルの文化というのを作るのがかなり難しいケースも出てきております。そういった時に、顧客であったり、クライアントの文化を尊重しながら自分たちの文化を作るっていうのに何かアドバイスであったりご指導いただければと思います。今日は国民文化を中心にしたので、切り口を6つ、6つのうち4つしかご紹介していません。実は同じようなものが組織文化にもあります。切り口が今おっしゃっていたお客様に寄り添うというのは、お客様に対してどういうふうに向き合うのかという切り口でそっちに寄せればいいと思うんですね。で組織文化の切り口で他に何があるかというと、ボール手法なのか主観手法なのか、お客様に対してお客様に寄るのか自分のこう商品だけ売りたいと思うのか、仕事の規律が緩いのかそれとも厳格なのか、職場の中で自分の専門性とかプロフェッショナリズムを優先するのか、それとも上司の顔色を見たり同僚からの同調圧力を気にするのか、組織自体のシステムとしてオープンなのかそれとも閉じているのか、それが従業員の方チームメンバーの方の家族の幸せまでも考慮するのか、それとも仕事だけやってればいいのか、その6つの切り口で文化を作っていけばいいと思うんですね。今みたいなケースだとお客様っていうのはすごく良くて、
でも守らなきゃいけないものがありますね。おそらくセールスだったらゴールは担当してなきゃいけないし、自由に働きたいから仕事の技術は緩い方がいい。でセールスの方は自立しないとなかなか難しいと思うので、専門性は高くないといけないし、オープンじゃないとお客様の声が聞けないっていうふうに組み合わせていく。例えば工場だったら緩やかな規律じゃダメなので、もっと厳しくしないといけないってなりますね。ありがとうございます、はい。日本医療人事の中村と申します。本日はありがとうございました。ありがとうございます。現在の会社は非常にワークライフバランスに前向きなんですけど、前に所属していた会社が非常にトラディショナルな日本の会社 で、集団主義であり、抑制的であり、達成志向であり、ルールを好むような会社だったんですけれど、そこでよく聞いたのが、そのワークライフバランスという言葉が出てきたときに、会社はまあ事前事業をしているわけじゃないからみたいなことを言うんですね。でもちろんその企業の目標達成が先にあって、企業がそうじゃないと利益を出し続けないと持続できないわけだから、まずそれでしょうっていうことがところがあるんですけれど、で実際、そうなんじゃないかなとも思うんですね。で一方、その生活の質を重視している国にも企業がたくさんあって、そこの企業の持続性ってどうなっちゃってるのか、なんかイメージが湧かないんです。で先ほどノルウェーの会社で業績不振になった会社もあるっておっしゃっていて、その企業が企業としてこう存続し続ける、利益を出し続けるっていうことと、その達成志向のにないということがどういうふうにこの共存するのかというか、そこのところが教えていただけたらなと思います。多分事例を出した方がいいですよね。なんでもう少し詳しく、ここの会社結構面白いんです。フィンランドのスーパーセルっていうのなんで、でベンチャーなので、技術を売ってお金を儲けたいっていうのはあります。でもその女性性が高いというふうに私たちの専門用語では言うんですが、生活のリスクが弱者への、思いやりを大事にするという国なので、この人は最初に会社を作った時から従業員とお客様が幸せになるゲームしか作らない。でこういう国で結構成功しているところって、そのコアになるミッションがしっかりしている。でそのコアになるミッションが、世界で一番になるとか、お客様をフォーカスするとか、そういうことじゃなくて、もっと本当に自分の根っことつながっているようなミッションを持っている会社が多いかなというふうに。ラボバンクっていうところです。これはオランダの農林金庫、農業とかをやっているようなところで、銀行なんだけども会社じゃなくて、なんか共同組合みたいになったりするんですね。で彼らもその食べ物とか、それから木とか自然とか健康とか、そういうものを、人を幸せにする、そういうものをうまく回すためにお金を使うという、そんなミッションになっている。割と女性性の高い国を見ると、生きていく上で何が重要で何が幸せだから、そのために自分は何をするかって考えている人が多い。なのでさすがに、そのためにお金を儲けなきゃいけない。でもお金を儲けることが最終的な目的になってないところがすごく多いなと。これはアメリカの会社との違いかなっていうふうに思っていて、私はシカゴにいるので、シカゴの中小企業の方とお話すると、彼らはお金を持っていい車に乗りたいし、リフトも着たいし、そういう人多いですよね。そういうことあんまり聞かないです、フィンランドとか。すいません、ちょっと聞きたいことが多すぎて困ってたんですけど、ピアノ G の、政府紹介をさせていただいている川合と申します。今日はどっちかというと、会社というよりは今大学でも教えていて、まさに本日お話ししていただいたような部分をですね、別の切り口から学生に話をしていたのでいるので、とても楽しく拝聴させていただきました。で、お伺いしたかったのがですね、
山盛りあるんですが、その中の先生、後で、ネットワークに、いろいろお聞きさせていただきたいと思いますけど、その国民文化、ちょっとすみません、働き方改革から外れるんですけど、国民文化と組織文化があまりにも違う時っていうのがですね、多分そこをピボットをしないといけなくて、多分それがおっしゃっている CQ にも通じる部分なんだと思うんですけど、そこの部分っていうのはですね、例えば学生がずっとやってきます、この国民文化にもどっぷり、多くの子は染まっています。でその新しい企業文化に移すときにですね、そこのディコーディングのプロセス、もしくはピボットをするためのティップスっていうのがもしかあれば教えていただきたいなと思っているんですけど、ですね、私たちってすごいたくさんの集団に属して生きているので、国の文化が逃れることはできない。でもそのいつも働いている職場でうまくやっていきたいっていう気持ちは必ずある。人間ってそういう動物なんですね。組織に属していて、組織の中でうまくやりたいっていう希望を持っている唯一の動物なんだそうなんですね。ですので、そこの組織の中でうまくやらないとやめさせられちゃうなって思う気持ちがあるので、デコーディングは必ずできるはずなんです。でもそのデコーディングっていう言い方よりも何層にも積み重なってるっていうふうに言った方がいい。ある時は国民文化がガッと出てくる時があるし、ある時は組織の文化が出てくる時がある。で基本的に法制度理論とか先生たちと話して言われるのは、国民文化がガッと出てくる時っていうのは本当に感情のこう奥に触れた時。通常は組織の文化の中で何とかうまくやっていくんだけれども、これだけはどうしても譲れないっていう時に、こうどうしても本能みたいに出てきちゃうのがガッと言っておっしゃってましたけれども、国民文化、それを持っているということを自分が分かっていることが重要だというふうに思います。で、もう一回言いますけど、文化は個人には属さないんです。だからプログラミングのレベルが3つあるというふうに思います。個人の性格とか個人の経験というもののプログラミングと、集団としてされるプログラミング、目に見えない部分をどういうふうに使っていくのかというのは、これ両方が重なって多重構造になっているということになります。で、すごく皆さんが、私もやっててなかなか理解していただくのが難しいなと思うのは、文化は集団のものです。個人には属さない。そして私たちはたくさんの集団に属している動物なので、その集団の中でうまくやっていくためのルール、目に見えないルールを学習して身につけて、デコーディングは必要ないと思います。もしデコーディングという言葉を使うんだったら、転職するときなのかなという気がするので、自分の経験でいうと、HP から G に向かってデコーディングしないと生きていなかった。あんなに違うこともある。それは本当につらいプロセスです。だけど会社の中でうまくやるためにはデコーディングせざるを得ないという経験はしています。それが私の中の本当のに持ってたものかどうかというのは分からないです。そこの会社にいる間はそれでうまくやっていっているので、お答えになってなくてごめんなさい。そういうことでお願いします。ありがとうございます。多分その通りなんだろうなと思っていて、あとはそこの結局個人の文化、個人の性格というか、個人を縛っているものと、その自分が属しているグループとの部分と、この逆に結構そこを上手にマネージできない子たちが結構、例えば多く出ちゃうかなという、それを出さないためにおっしゃるのかなというところをちょっと聞いた感があったので、若い方たちですよね、学生さん、それもそうですし、多分この企業としての文化がこう強く出だしてきたときにですね、例えば、どんどんこうグローバル化していますね、いろんなことが。そうするとその別の自分たちと今までの全然別のこう文化的な組織文化がこう起こってきた時、もしくはそれに買収された時でも一緒だと思いますけど、全然違う文化が入ってきた時にどう対応するかっていうのは、別にその入社した時だけではないと思いますので、今おっしゃっていただいたように転職と同じようなパターンなのかなというふうにちょっと思っています。基本は組織の文化は身につけられるものっていうふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思うし、買収してすごい変わるときってありますよね。誰もしますけど、でもサバイブするために何とかなるじゃないですか。
るんですけれども、でよく組織の文化の話をしていて、私が法制度理論にあって目が鱗だったことをそれで申し上げると、私もともとサントリーにいて、シティーに行って人事に来ましたと。でどの会社も強烈な組織文化というか企業文化になっています。全然違いますけれども、で割と、サントリーはそうでもなかったけど、 HP と GE っての文化をものすごく大事にするから、トレーニングもあるし、頭からよく言われると、それはダイレクトチェンジだっていうふうに教えておいてます。アメリカではそれもするけれども、同じことをオランダとかフランスとかここでやったらもしかしたら通用しないか。なので女性性の強い国ではインダイレクトチェンジ、そこでこういうふうに従わないとうまくできないんだなと思わせるようなチェンジを一緒に考えなきゃいけないって話をすごくした。それが私がこのオセルを見つめるときになるほどと思ったところっていうのが、自分が東ヨーロッパのマネージメントプロジェクトのマネージメントをしてたときに、イギリスのやり方でやったらもう全然ダメだったんです。反動作戦で、そういうことが何ていうのかな、ツールとして使えるとか、そういうことで自分自身のパワーを変える必要全然ないんですよね。個人の性格は変える必要ないと思うんですけども、グループ共通の文化をいろいろと知っていてツールとして使えると、ここにいた時にはここのツールを出そうとか、引き出したいろんなものが出せる、そのために文化を学んでいく、もしくはプロセスとして使っていくということはとても有効なのかなというふうに感じています。ありがとうございました。AIG の中下と申します。今日は記者の方、ありがとうございました。先ほどから何度も話出てますけども、リモートでのマネジメント、こちらちょっと私の実際には、直面している問題ではあるんですけども、特に今考えているのは、そのリモートでのマネジメントでイコールそのスタッフがその自分の組織、会社、企業に対しての、 そのロイヤリティがどのように高まっていくんだろう。例えばそのリモートマネジメントで結果とかプロセスだけを重視して見ていくとすると、その集団での集団力で の、 その自分のこう意識を高めていくとかいったことがなかなかできていかなくなるのかね。そういうところで、そのリモートのマネジメントとそのスタッフのロイヤリティの高まり、こういったところはどのようにしてこう調和を図っていくことがいいのかなと思ってお聞きしたいんですが、今のスタッフの方はいろいろな国籍の方がいらっしゃいます？それはないですか？日本ですか？はい、はい、であれば、やっぱりそのワンテワンテで、ヤフさんといろいろ言われてますけど、その違いってとても大事なんじゃないかなって気がします。リモートでマネージメントされるである、一人一人のメンバーを必ず見てる、もしくは気にかけてるっていうことを常に伝える、もしくは感じさせるということがすごく重要かなというふうに思います。これがアメリカ人とかドイツ人とかとやるときは、そのリモートチームはタスクがすごく重要になってくるので、タスクベースでローコンテンツのコミュニケーションっていいんだと思います。日本の場合はそのタスクってやっちゃうと、上でどんどん下がっちゃう、それがあるのでケアをしたり、自分のこう若い時っていうのは、その残業時間もいろんなみんなと一緒にいて、そこでの一挙一動、センターの一挙一動をこう真似たり、空気を読んだりして、こう組織に対しての意識を高めていったっていう、経験があるので、それが全くない今のそのマネスタッフに対して、どのように組織力をどれ高めていったらいいのかなっていうのがありまして、その背景でお聞きしました。個人の方の多様なニーズに応えたりする組織であるということ、それがロイヤリティを高めることにつながるんじゃないかなというふうに思います。今変わっている、はい、ありがとうございます。それでは、時間になりましたので、これで分科会議を終了とさせていただきます。